リー、おい、リー。ニジー、ショーン海先生。おう、俺たちの結婚祝いは誰にも負けんぞ。あ、そうだ、私は特注のクダイにしよう。サラダ。次は崖登りだ。はい、パパ。よし、頑張り屋さんな君には特別にプレゼントをあげよう。え？これを着れば修行効率アップ、通気性にも優れ、防水性、防火性にも優れた特注品だ。ありがとう。ある時、俺の先生がな。あ、親父。ん？夕飯できたっつってんだろな。降り注ぐ光より、俺は社員。光よりまばゆい闇。悪いな、運命の女神。俺の人は暴走来週に早く、あんたの加護をよく。お兄ちゃんが変なの。なあ。もう薄塩味しかないんですけど、この重い空気ほんと嫌。重いのは体重だけで十分だぞ。頑張れ、あちしのからさ。あと臨機応変って言葉知らねえのか。顔近い、唾が飛ぶでしょ。先生来たよ。お待ちしてました。何かあったらと思うと、私は心配で心配で。ボルトは本当に素直な子で。今のは一体岩部君？うん、いい感じ、いい感じ。なんだ、最初からこっちでやればよかったんじゃないか。岩部君がこんな笑顔を。ママってさ、パパとキスしたことある？え？ちょっとね、もっといいこと思い出しちゃって。ママのエッチ。いやいや、そうじゃない。私はどうして忍者を目指すの？それはもちろん、パパみたいな強い男になるためです。自分がどこまでいけるのか。これ、カメラ回ってるんだぞ。あの、自分メタルリンと申します。よろしくお願いいたします。うわ、どうしたの？ただいま。いくらパパが急に帰ってきたからって倒れなくても。ペちゃん、かくれんぼのつもり？どこかな、わかんないよ。お兄ちゃん。卑怯者。卑怯で結構結構気だらけってな。おい、それ卑怯すぎんだろ。結構気だらけなんでしょ。任せて、我が社が君たちをモニターとして使ってあげるよ。出た、金持ち発言。あ、いや。できた。いや、会心の出来だってばさ。どれどれ、相変わらずすげえ絵だな。ヘッタクソだね。幼児以下じゃない？え、マジで？この辺とか結構よく描けてね。は？どこが？足で描いてもここまでヘタクソに描けないでしょ。できた！こんな感じの影が見えたんだってばさ。はっ、ちょっと待て。チャクラなのかわかんねえけど、こんな感じに化け物が見えたんだよ。サン！あ、勝者ウチハサラダ。残念。勝者
ならしかない。しゃーしゃー、うん。